どうしたこのただならぬ空気は。俺、いいかどうした、どうした先生。ごめん、新聞部のやつらが見てたんだけど、はい、先生って宇宙人なんだ。え、いや、新聞部でさ、宿屋先生が、なんか円盤から降りてくるのを見たっていう垂れ込みがあったらしいんだよ。円盤、え、いや、ありえないでしょ。信じてるわけじゃないよね、お前ら全員。見ちゃった？新聞部が撮った写真を？よしみ、これマイク入ってるのか？な、ちょっとよしみのマイク不安だけど。ちょっと取れてこい、お前。まあでも宇宙ってのは広いからな。マイクって何だろうか分かんないけど。マイクって何だろうか。あれらしいぞ、そろそろ太陽フレアっていうのがすごい珍しいぞ。太陽フレア。そうだ、宇宙ってすごいからな。太陽フレアが。見ちゃったんだ。見ちゃったのか。見ちゃったのか、お前。新聞部が撮った写真を。お。UFO に乗ってる人。どう見ても先生だよ。どうやら話をしなきゃいけないようだ。お前ら席に座れ。みんな座ってます。先生、実は宇宙人だ。いきなりそんな SF チェックな展開ございますか。ビリ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 、宇宙人だ。変わってないぞ。あ、先生がボケ始めた。ちょっと最後だしな、ボケさせてくれ。最後、先生は惑星ペリ先生は惑星ペラリンチョ係と後足生からやってきた宇宙人だ。長い。長いからみんな略して惑星ペ、そう呼んでる。短いんだ。先生がまだボケてるぞ。いちいち言うな、お前。僕に緊張感が伝わってまいります。現場からは以上です。レポートすな、お前。レーズルコーチ。まあ、先生はな、地球という星の素晴らしさの根源を見つめるために教師としてこの星に、まあ、乗り込んだというか隠れてたわけだ。それで地球人がどんなもんか探ってたわけだ。全然話についていないんだけど。いや、そりゃそうだよ。1年半ぐらいね、コントとか教師ずっとやってきて、急に僕宇宙人ですとか信じられる人一人もいないよ、この世界に。そっか、宇宙人だったんだ。円盤見てみたいな。二人はちょっと例外で、戻すと例外ですけどね。みんな無理ですよ、普通は。先生、さっき言った最後ってどういうことですか。実は正体が暴れたら自分の惑星に帰らなきゃいけないんだ。じゃあ学校辞めると。ああ、まあそうなるな。ちょっと待てよ。じゃあ誰が先生やるんだよ。次の先生はもう決めてある。誰？次のこのクラスの担任は4番、お前だ。俺ですか。ああ、お前しかいない。何も聞いてないです。言ってない。無理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 。だって僕たち学生ですよ。こんな急に。大丈夫大丈夫大丈夫。もう先生のな、宇宙人の先生のスーパー能力を使えばこの世界線を丸ごと書き換えることができるから。いや、そんなことできるか。できるね。もう4番が生徒だった記憶とかね、宇宙人が先生だった記憶とかね、全部書き換えても一瞬にしてパーッてできちゃうから。じゃあ先生との思い出もなくなっちゃうと。まあそうだな。先生との思い出がなくなるのか。じゃあ修学旅行の思い出も。わあ、なくなっちゃうな。じゃあ、先生が髪切りたいって言うから俺は髪を切るハサミで髪切った思い出がなくなっちゃう。2年前、3年前ぐらい。
なくなっちゃうな。病室に、ね、行くお金がありなくてな。カニを切るね、ハサミで。カニを切ったら、俺まだ会社の寮にいるときだ。それも全部だからな。そしたら、3人ぐらい前に、誕生日に靴をプレゼントしたら、お姉ちゃんみたいなの付き合ってるからって言ってた思い出。あれは忘れないよ、忘れちゃう。なんでそれも全部なくなっちゃうよ。全部忘れちゃう。全部忘れちゃうよ。もう忘れちゃう。とにかくな、俺がその能力を使った瞬間に全て書き換わってしまうから。先生は、お前たちとの思い出、全部楽しかったぞ。ヨマ、あとはよろしく頼むか。わかった。じゃあな、お前は。はっ！痛い！やめなさい！痛い！痛い！
座ってください。あ、ね、それ3台入る前やった方がいいってことだな。分かった、ありがとう。はい、じゃあ最後な、東村航空。はい、おっ、君と何とぞよろしくお願いします。あら、君は礼儀正しいね。先生、はい、近いうちに事故になりますので気をつけてください。あら、事故ですか。初対面でそんなこと言う、怖っ。怖いですか。先生よ。おいよ。あ、名前なんて言うんだよ。あ、先生の名前か、はい、ごめんごめん、申し遅れました。先生ね、こちらでございます。はい、こちら伊藤陽馬って言います。変わってるなぁ、ね、珍しい。これね、結構ね、変わってるねって言われるんだよ、ここね。初めて聞いた、伊藤って伊藤の部分かい。伊藤の部分かい。人間とかマジで草、人間とか草ってなんだ、草ってなんだ。龍馬が珍しいでしょ。伊藤龍馬って言うんですよ。江藤作家でしたよ。江藤あの焼けのか、いろいろいるんだよ。伊藤龍馬って言います。あ、ね、伊藤龍馬って呼ばれた強いんだな。いつまで喋ってんだ。伊藤龍馬って言うんだよ。よろしくな。特技とか趣味とかねえのかい。特技か。特技はちょっとモノマネができるんですよ。モノマネできるモノマネか。あ、じゃあ見たいか。よーし、そしたらな、モノマネな、見たいか。じゃあ松山千春とか、おう、あとは細川隆とか、おう、な、おう、どれがいいよ。あれ、じゃあ寺尾明。寺尾明がいいか。寺尾明はちょっとレパートリーのやつ。先生、じゃあ好きなのやつ。好きなやってみるか。じゃあ松山千春やってみるか。一旦な。これが良ければ細川隆もちょっとやらせてくれ。反応を見たいんだ。まだ松山ちゃんがいいか。果てしない大空と白い大地のその中で。どうだ。そういうのってあるじゃない、携帯模写やってくださいとか、あのアーティストの誰々とかアイドルの誰々とか、そういうのをリクエストするんじゃないか。そうか、うん、じゃあアイドルの扇風機。アイドルの扇風機混ぜてきたんだ。アイドルの扇風機みたいな。じゃあ、ね、できるの、アイドルの扇風機。先生、アイドルの扇風機できる。できるって。先生、この学校勤めて長いからアイドルの扇風機。なんか変更や。よし、アイドルの扇風機か。結局一回も練習しなかったな。考えておけばよかったぜ。アイドルの扇風機な。よし、お願いします。こんにちは、アイドルの扇風機です。デビュー曲聞いてください。君を吹き飛ばしたい。ほらほら、ちょっとやらなくていいな。ここまでいいな、ここまでいいな。見たいか。ちょっと見たいよな。そう、どんな曲か見たいよな。見たいよな。ここまでだな。今良かった気がするけど、ここから見たいな。ちゃんとやってください。ちゃんとやろうな。よし、じゃあ君を吹き飛ばしたい、いくぞ、はい、うん。君を吹き飛ばしたい、君を抱きしめていたい。地獄の果てまでも君を吹き飛ばしたい、たい。さあ、止まらない。じゃあ、あの、
ベッキーの、はい、あの携帯についてるストラップの真似見たい。ベッキーの携帯についてるのすぐが、まあ、ベッキーの携帯には多分こんなついてる、多分こういうのがついてる。1、どうぞ。はい、予定通りどうしてくれたこの空気、おいどうしてくれたよ、おい、まあ、ほら、近いうちに事故にあったでしょ。こう読みなければごめんなさい、ほら、なんだっけベッキーのスケーターのストラップ先生、これは違います、伊藤陽馬です、違います。先生、一緒に歌いましょう。まだ流れが急だから、ちょっと座れ。急すぎるわ、急に歌うか。まあでもせっかくだからな、我が校には効果があるから、ちょっとみんな歌えるかどうか分かんないけど、ちょっと先生についてきて、いいか。よし、じゃあ歌ってみよう。ミュージックスタート。I'm not afraid to die.
残波のショーでございます、はい、本日ね第1部第2部ございますから、ぜひ皆様お楽しみいただけたらと思います。今日土曜日っていうこともあってか、はい、すごいですね。こんだけたくさんの方が来ていただいたのは久しぶりかな。5年ぶりぐらいですか、ね、最初ぶりぐらい。本当にねたくさんの方お越しいただきまして、うん、お忙しいかと思います。そしてなんか今日はねさっきザンマのオフィシャルのツイッターの方からつぶやかれたんですけど、はいはい、外の気温が38度。あら、やばい、すごいね。マジで38でしょ。そうそうそう、6月ですよ。ね、まだ6月よ。あら、まあ、8月とかどうなの。もう20度ぐらいいっちゃうよ。なんかコテコテのボケが来たから懐かしいさ。もラスベガスですよ。ラスベガス。あらららら、ラスベガスってそんなに暑いんですか。暑い暑い。行きました、砂漠の方まで。あ、そうなんだ。いや、まあ、本当にね、梅雨の時期があっという間に終わっちゃいまして、うん、ほとんど雨今年降らなかったですよね。もう終わったの。いや、じゃないの。もうここからしばらくまで1週間ぐらい見たんですけど、雨予報ってやっぱなかったっすね。あ、そうか。この辺りはかもしれないですけど。そうなんですね。だからね、ちょっと夏、ここから夏本番ですごく気温も上がってくるかと思いますけれども、まあまあ、せっかく夏なんでね、暑い夏にしていけるように僕らも、体調面といろいろ気を使いながら、うん、さらにパフォーマンスがどんどん良くなっていくように頑張っていこうかなと思っておりますんで、はい、ぜひ皆さん水分補給しながら今日もお楽しみいただけたらと思います、はい、日本に笑顔を新感覚歌謡男子ザムシンの3人波、はい、切る波で残波でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、残波を初めてご覧になる方、今日はもしかしたらいるかもしれないね、初めてだよっていう方、ちょっと手を挙げていただいていいですか。あ、いらっしゃ、ありがとうございます。初めて、ありがとうございます。お友達。あ、そうなんですか。連れてきていただいてありがとうございます。あとは、あ、いらっしゃいますね、真ん中の方にもね。あ、これ本当に初めてよかったですで、本当に初めての人だけ手を挙げてくれない本当に最近ね、なんか多分嘘つきはでももしかしたら本当にじゃあ手を挙げていただいてる。初めて。あら、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい嬉しい。いや、嬉しいですね。ありがとうございます。まあ、いろんなきっかけで参加していただいたんだと思うんですけれども、はいはい、なんか初めての人がね、いるかいないかで、俺ちょっとやる気変わるんですよ。言ってないよね。言ってないよね。急にびっくりした。言ってた。それは言わない。外で言わない方がいい。あ、本当に。あ、ごめん。俺なんか、何て言ってた俺。寝言とかかな。口癖じゃん。口癖なのそれ。やばいね。いつも集合するときさ、おはようございます。いや、今日初めての方いる。その時点で分かんないでしょ。分かんないでしょ。今日なんか置いてます。今日頑張りましょうみたいな。だからもうちょっと紙セット頑張ってきた。そういうことなの。初めてがいるからこういうことじゃないの。ね、今日は今日で一生懸命セットしてるし、一生懸命パフォーマンスするんだよ。もう分かったか。っていうね、よくあります、ザンパのライブではね、そうですね、4万のいじりみたいな。あ、そうですね、これに対してね、これに対して皆さん集まってるというかね、できれば1時間これで終わりたい。もう今日ずっといじってもらいますから、いじり倒して、もうしょうがない、もう皆さんのね、みんなの日頃の鬱憤をステージ上で僕にぶつけていただいて、いいですか、よし君、なんかあります。いや、すごいかっこいいの。あ、そうです、かっこいいの、すごいな、あ、そうだ、かっこいい、昨日なんか僕イケメンですけど。まあ、そんなことやりましたね。ありがとうございます。じゃあ、まあね、初めての方にもすいません、ちょっと話がそれちゃったんですけども、我々さんは今までの演歌歌謡界なかったダンス、コーラス、アカペラ、そしてさっきやったみたいにコント、そういった新感覚な要素を、ステージに盛り込みまして、日本中を元気にしているグループでございます。日本に笑顔を新感覚歌謡男子ザンパ。それでは早速メンバー紹介していこうと思います。皆様から見て一番右の男の前から。はい、どうも、おどろまです。初めての方でもお伝えします。僕が男前です、自分で言ったら拍手をしなければいけないです。どうも、よろしくお願いします。にしてはだ、そう暑いですね、本当にね。いや、本当ですね。いかんですよ、もうこれ朝のね、9時、10時の時点でもう35度とかあったでしょ。え、そうみたいよね。バカじゃねえのかな、本当に。そうだよね。本当、これ皆さん、ちゃんとお水飲まないとね、
あの、下がびっくりことはないから下がそんなダメじゃない、貯蓄が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 、そしてハーフタイガー参ります。はい、ザッパの吉見です。よろしくお願いします。吉見はい、それでは僕がこんにちはと言ったら皆さん大きな拍手を返していただけたらと思います。いきます、皆さんこんにちは。いや、もっと大きくなるかなと思って嬉しかった。ありがとう、ザッパの太陽ヨーマです。よろしくお願いします。はい、ヨーマーヨーマです。そして新しくなった壁です。イエーイ、真っ白、真っ白、真っ白ね、これ。壁も綺麗に映ります。ありがとうございます。ね、そう、ブロッコーの湯さんもね、ちょっとなんかステージがリニューアルされるようなことが、そうですね、聞きまして、この床板もちょっとだけ部分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 ニアレンジしてある。ニアレンジしてある。よかった。皆さん、いいってやったらやっぱすぐじゃん。やめなさいよ。ダメですよ。新品だから大事にしましょう。大事に。サイン書いてきましょう。ダメです。最後そっちが楽屋とかに書く。こっちに書いてダメよ。ダメ。はい、ダメ。まあ大事にしていきましょうね。はい、ちょっとずつね、ご老後の皆さんもどうやらリニューアルしていくみたいなんで。はい、まあ僕らもね、12月3日のコンサートが決まりましたから、はい、もっともっと大きくなっていけるように今日も精一杯パフォーマンスしていこうと思います。よし。それでは早速1曲目に涙のリクエストをお聴きいただきました。ここから4曲続けて聴いていただくんですが、1曲目はオリジナル曲、そして新感覚の代名詞アカペラを挟んだ後に、先ほど説明でもありました通り、今日もちょっとラウンドさせていただこうと思います。おそらくありがとうございます。はい、まあ、こういった時期なのでまだね、握手したりとかはできないんですけれども、手を振らせていただいたりとか、まあ、そういった形でお楽しみいただけたらと思いますので、お付き合いいただけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあ、それではまずはこちらの曲からお聴きいただこうと思います。お聴きください、涙ムーチョ。Thank you.
Oh,
下の人ちょっと待ってください。あと
適当にとか言わないで心の中でやるときテーブなんとなくオブラート包みでね、ちょっと皆さんにワンポイントアドバイスじゃないけどね、あの僕ら回るときに、はい、まあやっぱりカメラ向けてくださるじゃないですか、だからポーズとかさせていただくんですね、はい、させていただくんだけど、あの写真の機能だとやっぱりね、僕らもその動きながら流動的に回らせていただいてるんですよ、この人数だと、そうだからなかなかピントが合わないことがあるから、これね、動画にしとくといいです、あのザンパのライブ写真も動画も撮れますから、動画にしておくと後でその部分だけ止めてなんかスクリーンショットとかなんかそれだけ画像できたりするんで、そう、そうよかったらそういう風にやっていただけると、あの写真がブレて撮れなかったわなんてことならないと思いますんで、はい、ちょっとやってみてください、やってみてね、よろしくね、ということでワンポイントアドバイスさせていただきましたが、遠回しに言うと、あの写真だとあの立ち止まらないといけないんで、なんで拍手なの、よりいいシーンを切り取ってもらいたいっていうことじゃないですか、あでそれがオブラートに包むっていうことですか、これがオブラートです、オブラートです、そっか、よーし終わりだ終わりだ終わりだよ、終わってしまった、いやいや僕らもだから向けられるとさ、ちゃんとこう収まってほしいっていう、まあせっかくですからね、練習でなんだろうな、ちょっと手こずったりすると、ま待ちたいんですよ、あーとかやってるとあーってやっちゃうから、その分ね、あのなんていうの、こう均等にいかなくなったりする場合もありますから、まあ動画の方がね、あのこうやって撮ってるだけで、そういけるから、あと一つだけこれ前も見たことあるんですけど、あの写真撮ってる方いるじゃないですか、そんなにを、ね、飛行機みたいにバン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 ってやらなくても撮れるので、そうね、優しくタッチぐらいの方がちゃんと反応してくれますからね、こっちもなんかこうやってやって笑顔でいるけど殴られるんじゃないかなと思って優しくソフトタッチしてあげてくださいね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、さあということで第1部の我々ファンファンのステージも、残すところあと1曲になりました、ここでお知らせさせていただこうと思います、トークお願いします、はい、お知らせさせていただきます、まあ、あの本日ねいらっしゃった皆様はもうご存知かと思いますが、僕たち2022年今年の12月の3日ですね、東京国際フォーラムホール C でマジカヨザンパフォーラム C で Do It を開催させていただきます、はい、ありがとうございます、開催することもね難しい会場ではあります、まあ、まずはひとまずね僕たちザンパが開催することができたと、はい、予定ではありますけれどもね、そこに対してやっぱりね、あのたくさんの方、あの会場でいっぱいにしたいので、あれ間違えた、会場をたくさんの方でいっぱいにしたいので、はい、もしね、よろしければ、いや絶対にここにいる皆さん12月3日来てほしいなと思っております、なんか詳細とか見てたらさ、はい、あのまあ、こっち茨城じゃないですか、はい、水戸からなんかね、水戸の方からバスが出る予定ですよ、そうだから前回ね、あの葛飾行った時もやっぱりこちらの方からなかなかこう、あの、ね、アクセスだったりね、そういったのでね、あの 困られる方が多かったんですけれども、はい、まあ、そういう予定もありますし、今回の会場に関しましては、まあ、アクセス面はね、あのお車の方の駐車場がありますし、はい、あとは駅からもかなり近いです、はい、東京駅近辺の駅から全然歩いてこない、ね、そうですね、有楽町駅行くともう出たらすぐです、はい、他のフォーチューブで動画載せてるんですけど、はい、あの有楽町駅出たらもうここに見える、はい、しかも僕らのホールシーンがもうなんなら入り口もちょっと見えるんじゃないかみたいな、本当そのメタの先で、ね、ありますから、もしよかったら、来てほしいなと、いやさっきも言ったね絶対にさっきも言った絶対にもう来てほしいですね、あのこれ、最近は各会場で言わせてもらってます、うん、絶対今日はねもう単独だから、うん、ザンパーお目当ての方ほとんどの 100% だと思うんですけれども、違うね、出演者がいる時でも言ってます、はい、もうここにいる人全員来てほしい、そういったのね、これからも毎回毎回、言っていくと思います、そしてさらにね、まあ、僕たちの届かない部分、まあ、皆様の周りにもしね、あの声かけれるよって人がいたら、ぜひぜひあのお誘いをその上に来ていただければと思っております、まあ、ファンクラブに入られている方も、まあ、入られてない方もいらっしゃると思います、ファンクラブ先行では発売が開始しておりまして、一般発売が7月の7日21時からとなっております、7月の4日です、7月の4日21時からですね、4日ですね、俺なんか普通にそうブンブンって聞いてた、そう4日ちょっと待って、ね、バーって言ったら分かんない、7月の4日の21時から、はい、発売となっております、12月3日お待ちしております、よろしくお願いします、ありがとうございます、
そして近いところで言うと明日はですね、あのフォーシーズンセレフさんで、はい、で花火師フェスタっていうのがありまして、はい、なんか初めて僕たち、そうですね、参加させてもらう、あのライブ自体は無料なんですけれども、あの花火師会員の方が入れるんですよね。だから、あの会員じゃない人も行ってなんか会員に入るみたいな。お金かかる？かかんない。かかんないらしいです。だから一応花火師会員に入ってもらって、はい、あれですよ、花火を作る人じゃないです。花火師じゃない。その多分そっちじゃないと思います。うん、花火師が集まって花火あげたりする会ではない。ではないですね。で、ね、もすごいずっと明日ドゥンドゥンドゥンとなってると。いいね。違う違うみたいな。そうじゃないよって違う。で、なんかいろいろ盛りだくさん、いろいろ盛りだくさんらしい。マグロの解体ショー。あ、ね、それ楽しみだね。もう、楽しみ。ヨータが言ってたんですよ。食べ放題らしい。楽しみだな、みたいな。じゃあ、楽しみってことは、楽しみで書いてあるよ。楽しみで書いてある。そうなんだよ。僕たちが見れるスケジュールに書いてありました。明日ね、マグロの解体ショー楽しみって書いてありました。本当、本当。まあ、どういうイベントかはね、僕たち初めてなんですけど、はい、まあ、いろいろライブ以外にもね、楽しめる要素たくさんあると思います。ぜひ来ていただければと思います。そして、ご老公の社会店さんは、来月7月の25日、はい、ね、開催決定しておりますので、そちらもよろしくお願いします。ということで、今日も、特典会がね、はい、あります。 CD 販売はそちらの出入り口でやっておりまして、特典会の会場が、まあ、お風呂に行く動線の途中にこう広場みたいなところがあるんですけど、はい、そこで、やりますので、ぜひ特典会を参加いただければと思います。以上でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。さあ、それでは、最後の曲でございますが、せっかくなんで皆さんと一緒にちょっとね、振り付けをしながら楽しめる曲、まあ、初めての方もこの振り付けきっと覚えてできるかと思いますんで、ちょっとそれをね、今からレクチャーしていこうと思います。曲はモグラっていう曲です。これを今からよしくにレクチャーしてもらおうと思いますんで、で覚えていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい。僕もモグラレクチャーしたことあります。いっぱい言ってます。はい、久しぶりですね。はい、モグラという曲のサビの部分で皆さん、あのぜひですね、右手を使います。はい、右手を使います。で、右手で掘って投げる、はい、そうそうそう、掘って投げる、この動作をですね、まず8回やります。8回、ちょっと大変ですけど、一緒に8回やっていただいて、8回やったら次はそのまま右手で8の字を、そうです、そうです、これを2回、そう、これが1回、2回、そしたら次は、ですね、投げます。左側に投げます。で、次は右に投げます。そうです、8の字2回やったら左に投げる、右に投げる。で、もう1回8の字を2回やります。1回、2回、そしたら左に投げる、右に投げる。これでおしまいです。はい、よし、 OK です。こういう、こういったすごい激しい曲となってます。そんなざっくり言わないで、せっかく言うんだったらちゃんと曲の内容まで言ってあげて。はい、こういったすごい激しい曲でございますよ。まあ、モグラに仮定してね、こう掘って投げるという振り、このすごいキャッチな振りなんですけど、まあ、僕たちのデビュー曲でもありますから、キャッチ、この面白い、変な、変な、ごめんなさい、あの、キャッチ、そうですね、掘って投げるという振りがあるんで、まあ、まずここだけでも簡単だと思うんで、ぜひやっていただけたらと思います。皆さん、あの、モグラ、よろしくお願いします。はい、我々をモグラだと仮定しまして、地表の明るみに出るぞといった応援歌になっております。最後の曲お聴きいただきましょう。モグラ、浮世離れ闇潜り光る時まで、行きます。
ステージでお会いできたらと思います。まずは特典会、皆様ぜひお楽しみください。第1部の残波のステージ、最後までお付き合いいただきまして皆さん誠にありがとうございました。残波でした。なんか僕がすぐやった後にもう一回この人事に行くと